本日ご紹介するギターはこちら、ギブソン J50 です。製造年が1953年製です。今から71年前に作られたモデルになります。この J50、 J45 と並んで大変人気があります。あえてこのナチュラルカラーの J50 が好きだという方も多いのではないでしょうか。こちらのモデルは前期モデルになります。1955年ぐらいを境に後期モデルに変わります。このスモールピックガードっていうのが前期モデルの特徴でもあるんですけども、あのボブ・ディランもこの前期モデルの J50 を使用してました。一体どんなギターなのか、これから皆さんと一緒に見ていきましょう。そして動画の最後ではプライス発表します。皆さんご存知の通り、今ヴィンテージギブソン値段が年々高騰してます。1年後2年後には今日発表する金額では買えないかもしれません。あの時買っておけばよかった、そうなるかもしれません。ですのでこの初期モデルの J50 をお探しだった方、これを機会にご検討してみてください。このチャンネルはこういった価値のあるギターを紹介して販売するアコースティックギター専門店です。今アコギを探しの方、アコギが青春のすべてだったという方、これからもたくさんのアコギを紹介しますので、お見逃しないようにチャンネル登録お願いします。ではこのギターのスペック、コンディション、サウンド、プライス、ご購入方法をギュッとまとめてお送りします。ボディ形状は J45 と同じラウンドショルダータイプ、肩の部分がやや撫で型になっているのが特徴です。カラーはナチュラル、違う言い方でブロンズとも言います。ちなみにこのブロンズの語源はアメリカの女性の方のあのブロンズヘアから来てるそうです。トップ材スプルース、サイドバックマホガニー、ネックマホガニーで指板とブリッジはハカナンダ、スケール約 628mm のミディアムスケール、ブレーシングスケロップデックスブレーシング、ちなみに1955年からはノンスケロップデックスブレーシングに変わります。ナット幅約 43mm でシェイプは薄くもなく太くもないゆるい V シェイプ、そして重量がめちゃめちゃ軽いんです。軽いギターは良くなるとも言われております。果たしてそれは本当なのでしょうか。サウンドレビュー楽しみにしておいてください。では装飾を見ていきましょう。ペグはクルーソン3連シロボタンペグ、ヘッドにはギブソンのモダンロゴ、ボブディランの J50 はスプリクトロゴになります。ですので1940年代中期から後期にかけてのモデルを使用してたと思われます。ポジションマークはドット、フレットは19フレットになります。1955年中期頃から20フレットに変わります。19フレットですので、このロゼッタが綺麗に見えているのも特徴です。ピックガードは別光柄で薄手のスモールピックガードです。1955年頃からラージピックガードに変わります。ラージピックガードの J50 もいいですけども、やはりこの初期モデルの J50 ちょっと特別感があります。ではヴィンテージギターといえば大切なのがコンディション。まずマイナスポイントから、サウンドホールの上1弦側にクラックリペア歴があります。裏からしっかりとパッチ止めしておりますので、これ以上広がる心配はありません。続いてカスタム歴の説明です。ペグはオリジナルの同形状に交換されています。チューニングがスムーズですので、プレイヤー重視の方にはかえってこちらの方がいいと思います。過去にネックリセットがされています。ギターの要とも言われますこのナット、サドルを当店で新規交換しました。良質な目の詰まった牛骨製で交換することによって、演奏性はもちろんサウンドポテンシャルもさらにアップしています。フレットは7割ほど残っておりまして、当面リフレットに必要性はありません。ネックのコンディションも抜群です。まっすぐで元を決まりません。トラスロットにも余裕があります。弦高は12フレット6弦側約 2.5mm、 1弦側で 1.8mm と標準の高さにセッティング済みです。ネックリセットをされておりますので適正なアングルになってます。サドル段もまだ十分にありますので、お好みで弦高調整も可能です。以上のように軽度のリペア歴はありますが、プレイビリティは抜群です。外観も71年経った個体と思えばかなり良好なコンディションではないでしょうか。当店で販売するギターは全て厳しい基準をクリアしたものしか販売しませんので、このプレイビリティに不安を感じる方にも安心してご購入いただけます。私が自信を持っておすすめするヴィンテージ J50 です。ではサウンドレビューです。製造から71年経った J50、 カレッカレに乾いたマホガニーサウンド、じっくりと聞いてみてください。爆音です。どうぞ。
ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。なってます、この J50 なってますよ。さすがヴィンテージギブソンですよね。これだけ多くの方にこのヴィンテージギブソンが支持されるという理由っていうのがこのギターを弾くとすごいわかります。はい、まあ、よくですね、ヴィンテージギターは古いだけ高いだけで全然使い物にならないと思う方も結構いらっしゃいます。はい。これはですね、これ僕が思うには、おそらくその方というのは、ちゃんとなるヴィンテージを触ったことがないんじゃないかなと僕思うんですよ。これ人間って不思議なもので、一番最初に触ったもの、見たものが、もうそれだって決めつけてしまうところってあると思うんですよね。で、そうやって言う方というのは、もしかしたら一番最初に触ったファーストヴィンテージというのがもうならないヴィンテージだったかもしれません。やはりこのヴィンテージと一言で言っても、なる個体、ならない個体、個体差というのはあります。今までもう何百本も触ってきてますけども、あります。ですので、もしかしたらそうやって思う方はならないものを触ったかもしれませんよね。そんな方にですね、ぜひこの J50 は触ってほしいです。弾いてほしいです。もしかしたら食わず嫌いなだけかもしれません。はい。きっとヴィンテージってやっぱなるんだな。そんな風に思わせてくれるようなギターです。ではもう少しですね、このギターを深掘りしていきたいと思います。まずこの低音から聞いてみてください。これですよ。これがギブソンヴィンテージの低音ですよ。この深みがあって、この伸太くて、お腹にドカーンと伝わってきます。いいですか？このネックの先っちょを触って弾いてみますよ。ブルブル震えてます。あれ、ポケットにスマホ入れてたっけって感じです。バイブレーションのような、そんな振動がビリビリきます。このネックの先っちょから、このボディエンドまで全体で鳴ってるっていうのが感じられます。すごいですね。そして中高音です。71年経った、カレッカレの中高音。聞いてみてください。いかがでしょうか。この明るく軽快で、そして一音一音がしゃっきりはっきりしたこの明瞭さ、美しいですよね。よくギブソンのサウンドというのはちょっと鼻に詰まったようなちょっとブルージーな感じ
と表現する場合が結構あるんですけども、確かにそういったギターも多くあります。まあそれが味だったりすることもあります。ただこの答え、そういった雑味みたいなのが一切ないですね。すごく一音一音がクリアです。まるで秋の真っ青なあの空を見てるかのような、そんな爽快感っていうのが感じられますよね。すごく気持ちいいです。もうピックでジャラーンとかき鳴らした時の爽快感は本当に半端ないです。気持ちいいですね。はい。そして指弾きでもですね、優しいこのマホガニーサウンドっていうのは出てくれるんですよ。といった感じで、この弾き手によってこのサウンドの表情っていうのがいろいろ変えられるっていうのも、この J50 の魅力じゃないかなと思います。まあ先ほどもお伝えしましたけども、多くのまあトップアーティストの方々がこのまあヴィンテージの J45 とか J50 を使ってるわけじゃないですか。その使う理由っていうのが、このギターを弾くとなるほどなってわかります。本当にやっぱりヴィンテージっていいなってつくづく思わせてくれるような、そんなギターです。皆さん、このギターを手にしたらどんな曲弾いてみたいですか？私ならですね、ちょっとこんな曲を弾いてみたいなと思います。いやー、いいですね。思わずボブ・ディランを弾きたくなっちゃう、そんなギターです。はい、先ほど、コンディションのところでちょっと言い忘れておりました。補足をちょっとお伝えさせていただきます。まあ、ネックリセットがされてるということをお伝えしました。で、この時代のギターってもともとやっぱり弦高が高めだったりするんですよ。まあ、ネックの差し込み角が浅かったりしてですね、近年のような12フレット6弦側で 2.5 ミリとかがなかなか出せない、出そうと思うともうサドルをもうペタペタにしないといけなくなってしまうっていうパターンも結構あるんですけども、まあ、これはですね、ネックリセットされてますので、そういった面ではですね、すごく実用性にも、優れたギターだと言えます。まあ、ヴィンテージではですね、こういったネックリセットされてるギターも結構あります。ただリペア費用は高いんですよ。大体もう10万円以上っていうのは普通にしてしまうので、まあそういった意味でもですね、まあ、末永く安心してお使いいただける、楽器として道具としてでもお使いいただける、そんなヴィンテージギターだと思います。で、もしかしたら、ちょっとヴィンテージギター欲しいけどちょっとどうやって扱ったらいいのかわからないとか、修理費にお金がかかるんじゃないかとか、そういう思われてる方もいらっしゃるかもしれませんが、当店で販売するヴィンテージギターっていうのは基本しっかりとメンテナンスをさせていただいて、近年もののギターのように扱えれる、そんなギターを販売してますので、初めてのヴィンテージという方にもこれは安心してお使いいただけます。買ってから余分なリペア費用がかかるんじゃないかということもないですし、あとその管理の仕方も、まあ、近年もののギターとほとんど変わりません。環境だったりとか、あとは弾かないときは弦を緩めるとか、そういった基本的なところはこのヴィンテージギターも一緒ですので、ガンガンですね、近年もののようにご使用していただける、その即戦力になる、J50 でございます。ではプライスの発表です。こちら1953年製ギブソンJ50、 プライスは143万円税込みでのご提供です。いかがでしょうか。軽度のリペア歴はありますが、これだけコンディションがいい初期モデル、めったに出てきません。
ぜひこの J50 をお探しだった方、今回の動画を見て心が震えた方、何度もお伝えしております、ギターも人と同じで一期一会です。限られたギターライフ、憧れのギターを手にして今よりもより充実した時間を過ごしてみませんか。これを機会にご検討ください。ご購入のお問い合わせ先は当店の LINE、メール、お電話で受けたまります。在庫状況につきましては動画概要欄、コメント欄に記してありますので、そちらを確認されてからお問い合わせください。お支払い方法は現金、銀行振込、クレジットカード一括払い、アプラスショッピングローンをご利用いただけます。お問い合わせお待ちしております。ということで本日の動画いかがでしたでしょうか。ぜひ動画の感想、ご意見がありましたらコメントいただけますとすごく嬉しいです。励みになります。そしていいねの高評価ボタン、チャンネル登録もポチッとお願いします。皆さんにお知らせがあります。当店は各 SNS 配信してます。この YouTube、LINE、Facebook、Instagram、X、Threads、 ぜひご登録していただいて当店の新着情報ゲットしてください。ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。当店にはまだまだ販売を控えているギターがたくさんあります。ここ以外にもまだまだあるんです。このギターたちがどこに嫁いで、そして買われた方がどんな素敵なギターライフを送るのか想像するだけでもすごく楽しみです。次はどんなギターが飛び出すのか楽しみにしておいてください。そして最後にお知らせがあります。おっとり家中澤、本を出します。還暦親父のギター選びでございます。ぜひですね、アコギ好きな方楽しんでいただける本だと思いますので、ご購入していただければすごく嬉しいです。現在ですね、 Amazon ランキングでもおかげさまで1位をいただいておりますので、 Amazon でご予約していただいてもいいですし、書店さんでご購入していただいても全然 OK です。還暦親父の方、還暦親父じゃない方、まだ親父じゃない方、女性の方、アコギ好きの方でしたらぜひ楽しんでいただける内容となっておりますので、よろしくお願いします。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。本日もご来店ありがとうございました。できるできるできるだからできるできるで